あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ってことで、どうしよっか、どうしよっかっていうか、また行くんよね。次のなんていうんやっけ、コース3、3つ目のダンジョン。へい、マネビトを連れて出発するか。出発します。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオ、イーナンアゴマサリトヒオ、キエーイ。うーし、あ、てか今回トーテム勇者伝説、3人の勇者が集いしとき、トライフォースの扉開き、王国の災い振り払わん。その勇者3つの印を持ちにけり、友の声を余さず拾う、天を仰ぎしとんがり耳、命綱となり友を助ける、強靭な聖なるもみあげ、命綱になるもみあげが、友との確かな友情を表す寸分の狂いない九一の大串。3人の絆非常に深し、語らずとも心通ずる。いかなる時も担ぎ担がれトーテムし、困難を切り抜け道を開かん、故にトーテム勇者と呼ばれる。ふーん、これで全部読み終わったね。へい、ってことで、トーテム。はい。それで、オッケー。ってことで、森林エリアの次は、ここね。モリブリンの砦。兵士の服で行きます。モリブリンって何？担いだマネビトは B で剣を Y でアイテムを操作できます。お、なんか切り株からのスタート。これはみんなちょっと一旦降りてきた方がいいんじゃない？こっちだ。へい。あー、間違えたわ。ん？間違えてない。間違えだね。これで。これで。あれ？あ、これ？おお、なんか上に上がった。すげえ。あ、で、ここでなんか。あれ、今度はなんかそれぞれアイテムが違うよ。ね、なんかそれぞれアイテム違う。赤のリンクは爆弾を手に入れた。Y で投げられるぞ。お、今度はなんかそれぞれ武器を考えなければいけない。弓矢。で、青の子も弓矢ね。へい。あ、ここはもうアイテム取ったらそれで終わりってことか。じゃあちょっと適当に、ルピーとかいろいろ集めとこうか。へへい。ハートあったけど、これは入れるの？え、てか、あっこにさ、なんかあるよ。あの、弓矢で撃てるところがあるんだけど、おう。んで、この高さで、あ、間違えた！あ、そういうこと？赤の子で、あの、爆弾、あ、下に置いちゃった。ボンバーマンを思い出すね。へい。でも別に特に何があるわけでもなく。あ、そっかそっか、そうじゃなくって、こっちの子が抱えてからの弓矢。はい。え、これもしかしてさ、時間制限ある？え、もしかして時間制限あるやつこれ。は、ある。え、ってことはよ、あ、そっか、あ、違う、私じゃないっていうか、赤じゃない、赤じゃなくって、ちょっとあっち行っとき。あ、こういうことか、なるほど。いや、違う。で、赤がこっちに行って、はい、これで行くじゃん。
で、青になって、ほら、え、待って、あぶねえ、これで撃つじゃん、撃っといて、で、間違えてごめんごめんね、水の中に、あ、そっか、こっち来たところで意味ないんじゃん、私、あ、違う、これで緑の子を向こうに渡しといて、あー違う、これで赤の子がこうなって、でこうなるじゃん、でこれであっちに投げてからのこれで、あーよかった、え、今回だいぶ時間かかったぜ、おいね、やべえぜ、おい、へい、これで、え、簡単にいけたって思ったのに、最初やっと2、デクナッツいっぱい出てきたんだけど、え、てか敵だらけなんだけど、マジか、ちょい待ってね、しかもこの辺なんか何、何事、丸太が置いてある、はあ、あ、でもあいつはあれだよね、ハートが出てくるやつだから他をなんだけど、へい、うん、いい感じだよ、でちょっととりあえず3人でとりあえず移動して、で、あの、一人外してからの、へい、よし、待って、あいつ三段重ねだ、あいつは三段重ねだ、へい、よし、うん、いいか、あ、ここ爆弾じゃない？ね、ここ爆弾だ、よし、え、上に乗った、おい、宝箱、あゆなが20ルピーゲットした、でゲットして、で、あ、あいつしびれるやつだ、あ、ごめんね、ギリギリんとこ置いちゃったけど、へい、オッケーオッケー、なん、あいつ、お、すげえ、草とかできるんじゃん、え、何あれ、ちょい待って、ちょっと来てくれる、よいしょ、トーテム、こういうこと、違う、え、どういうこと、こいつ攻撃できないの、攻撃できんパターン、ちょっと岩は当たる、いや一応これか、何事、怖いんだけど、え、超怖いんだけど、捕まるのかこいつ、やっぱ遠くからこれで攻撃するのが一番ってことだね、 OK、 結構体力なくなっちゃった、あ、ここ爆弾だ、え、いや、あの爆弾、 あそこから渡れるってこと、ここから、お一人様はこっちから渡っていく。オッケーオッケー。んで、へい。え、これ大丈夫な？届く？届いた。よし。宝箱20ルピー。んで、間違えた。間違えたけど多分あれ効くよね。聞いた。しかも一発だ。オッケーオッケー。なんかこっちの方デクナッツはおらんかったか、大丈夫か、あ、全然違う方にやっちゃった、へい、これでオッケー、あ、ここも、よし、ちょうどいいところに、よし、これで、へい、音楽が変わったよ。
お、しかも向こうからも行けるようになった。ステージ2は結構簡単だったね。ほらみんな行くよ、ほらみんな行くよ。でちょっと待ってね、こいつをやって、ちょいハートを稼がなきゃね。よし、これでヘイ、おし、これでモンブリンの鳥で3。こいつはしびれないやつだ。お、あの豚のやついる。ルッピー、あれ豚のやついなくなったんだけど、どこ行ったの、怖。よし、じゃあとりあえず渡って、しびれるやつ、あーちょっと待って、マジかよ、そのパターン来ますか。へい、間違えた、マジで。待てよ、おい、怖えよ、おい。へい、はデクナッツ、ふざけんなし、マジふざけんなし。へいへい、やったるぜやったるぜ、ちょ体力ありすぎだから。しかもさっきからね、変なとこにばっか行くの。おし、あ、これでちょっととりあえず、お、ハート来た。で、お、水中ではなんかいろいろと攻撃技とかも使えない。あれ、しかも水中っていうか、あ、水中やったらさ、あのゲージがたまらないってことだ。へい、二人とも行くぜ。行くぜー。んで、あ、こいつ。あ、ダッシュで来るんかと思ったら。ダッシュで来るんかと思ったら違う。投げてくるパターン。マジかよ、おい。へい。ルピー。20ルピーゲット。ってことで、はい、行くよ、二人とも。あ、このハートはどうやって取るんやろ。この辺なんかガサって出てきそうやけど、大丈夫？うん、大丈夫っぽいね。お、これで満タンになった。満タンになったはいいんやけど、こっからなんか、できることある？これ？ちげえ。やべえ。あ、これか。ちげえ、爆弾消えちった。爆弾消えちった。ちょい待って。でもさ、今回さ、あれだよ。あの、爆弾が新しく出てきたから、やっぱ爆弾がメインになるんじゃないかなって思うんやけどさ、違うの、それは。おい、ダッシュダッシュ。あ、もしかして、あれじゃない？ちょい待って。爆弾だ。あの、違う。ちょっと待って。あの、爆弾だよ。ここだ。あの、にゃー、間違えた。間違えた。ここだ。でしょ？ほい、いけた。いけて、で、こっからの弓だ。こっからの、やべえ、時間。なあ、もうマジか。
からの、へい来た、へい来たぜ、やっと、やっとだよ、へい。んでこっちを投げてからの、へい、落ちた落ちたけど、ほら鍵ゲート、え、え、ちょっと待ってあ、マジっすか。ちょっと一旦戻るね。一旦戻ってから、この子担いで、で、あっち行くじゃん。で、この子が、この子投げるじゃん。で、え、あ、鍵投げるってことか。鍵投げるってこと？これ。ほら！いけたわ、これ。へい。あ、間違えた。で、こっち。ちょっと待って。マジっすか。緑に渡す。緑が、はい、青に渡す。で、渡しました。青が、落ちんなよ。はい、そっと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 。あいたー。はい、開きました。開きました。で、この子が、向かう、向かう、向かう。はい、トーテム。で、はい、緑。緑も、はい、泳いで、やってくる、やってくる、やってくる。やってくる。はい、トーテム。んーで、おし。で、やっとなんだよ。あー、やばい。次が最終だ。モリブリンの鳥だ。鳥で4。あー、そっか、ボスか。最終はボスって何、どれ。はい、来たよ、はい、来たよ。ちょい待ってね。あ、ごめんごめん、お尻刺しちゃったあ、さっきのやつはやっつけたんだね。へい。んで、踏んでからあっちのね、え、なに、怖っ。え、なに、復活したんだけど。え、復活したんだけど、何事なの、怖っ。え、さっきのあれはやっつけたの、やっつけてないの。いや、なんか上のやつ増えてる。上のやつが増えてるってことは、さっきのはさっきのでやっつけたんだけどってことか。そういうことだ。そういうことだわ。ブホ。マジなの？マジなの？ちょ、間違えたよ。ちょい、間違えたよ。ちょっと下にいる子とりあえずやっつけとこう。ちょ、下の子とりあえずやっつけとくよ。下やっつけて、で、あの、ちょっと赤が一番上じゃダメなんだよ。赤が一番上じゃダメで、ちょ、青おいで。これで、これでやれる。
こういうさ、お、いけたいけた。おー、びっくりした。怖い怖い怖い。あれだよね、こういう何形態もあるのダメだよね、怖っ。んで、まずこの子上がるじゃん。え、あの子上がって?で、何?あれ?ちょっと待って。ちょい待って、ちょい待って。あ、そうじゃなくて、あ、ちょっと、今度は赤が一番上になんないとダメなのかな?で、今度は赤が一番上になってからの、あ、こういうことだ。ここで爆弾だ。へい。んで、こっちもだね。ほら。あ、そんな狭いところにいるのに、当たらないっていう。何?強運だね。強運の持ち主だね。でも今度は絶対当たるでしょ。へい。へいへい。お、階段に変わった。これで。これでいける。へい。今回のボス長かったな。モリブリンの砦で、これで、クリア。ってことで、今回は、これ。アモスの魂を手に入れた。へい。これで服作れるんじゃね?何あのキノコ。なんかクッパのマークみたいやったね。モリブリの砦でクリア。やっぱこれどんどんお金になっていけるわけやね。なるほど、妖精が90になりうるとかいうわけではない。マダムテイラーに服が追加されました。お、ってことで次回買いに行こうかな。買って着替えようか。ってことで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次はどんな服なんやろうね。